制作部とかにする話なんですけど、はい、例えばこれ京都のロケ行くじゃないですか。で、まあ、新しい都市でしょ、私も分かんないけど、ロケ場所があそこだとしますよね、うん、そうするとあのナビで入れるからそこには行くんですよ、うん、行ってる、行くんですよ。でも覚えない、なんていうかな、全体像が見えてるからちょっと道迷うとそこに行けないんですよ、うん、こう俺ら制作部の時ってこう全体から見てるから地図で、だいたいこっちとかって分かるじゃないですか、あるうん、だそれがまさにもうあのそこにすぐ行くって効率的ではあるんですよ、わざわざ出入りしなくていいから、まあ無駄はないけどあまり勉強にはなってない。そうなんですね。だから読書なんかもそうじゃないですか、なんかこうこれってこうじゃなくてこう言って、あこれも面白そうだっていうのがこうっていう知識が広がってこれがいいかどうかわかんないですよね。だからいい意味では余計なことせずにそのことだけを学ぶから、うん、で自分の類似商品とか出てくるじゃないですか。だから他のことはいいけどこれだけを特化するんだっていうことも、まあ、悪くはないのかなっていう感じもするけど、まあ器用は器用だね。だから器用なんだね。今 YouTube の紹介するおやつも上映入ってるの面白いんですよ。名作映画いっぱいあるじゃないですか。あれ見るの大変じゃないですか。短くて短縮で5分でその映画を全部わかるっていうのがいいんですよ。名場面を映しながらナレーションも出ないんですよ。ここで何やつ何さんが出会ってここでこうで喧嘩してそれによって衝突してここでこうなってここで感動の再会があると思うのでっていうことであるんですよ。なんか感想文を書くときにそれ見れば書ける、映画見なくて約ね、10分か 10分、15分ぐらいでその映画全部時間を見るってことね、うん、そう、だからよ確かよく言ってるんですよ、まあ、説明としては、ね、そうそうそう、僕じゃ読書感想文読まないで書いてなくてさ、あらすじだけで書いてくれてあんな感じだと思うんだけど映画もそれかって言ったら、あのすげえな、なんかこう、ま、学んでもらうとかね教えるっていうのも、まあ、おこがましい話っちゃおこがましい話でもあると思うんですよ。時代じゃないとしてもね。だから、それが、どこまでこう、ね、やっぱり僕の会社なんですよ。僕の価値観がないと守れない時があるから、この価値観から外れた人は守れない可能性があるからやめてくれっていうことができるんですよ。給料払ってるから。これ、まあ、お金出して見に来ていただく立場としてこうだああだってもなかなか言えないですもんね、まあ、もちろんお客様のことね。だからどこがこうただそれを5分で語られても嫌だなってそれだったら見てほしくないよなそけどでも、ね、すごいアイデアだなと、それを見てる人も多いからびっくりするなってどんなもんだと思ってみたら、まあ、でもよくできてるんですよね。ちゃんとあれも原稿まとめてちゃんとやってると。確かにな、なんかなどうなんかね。多分ドストエフスキーの本を読む白鳥を読むとき時間のドストエフスキーの本があるよ。それがいいかどうかじゃあ長いのを一気に。昔アンデラプロスの映画とかは早くで見ちゃったけどな。まあね、あのタルコフスキーとか何回見てもね、ちゃんとしてるけどね。あれ寝るのも含めて、ね、見た方がいいですよ。アンケートですよ。すげえ話に長いんだもんね。タバコ吸いも長いですもんね。あれもね、体調整えない。今だから映画館に足を運ぶ自体が、ね、特別なイベントとして捉えないとなかなか来てくれないので、まあ、そういう意味でなんかイベントもあって仕掛けたりもしてるけど、ほとんどがさ、ネットとかパソコンで見れちゃうので、ね、映画館の存在理由がなかなか大変ですよ。まあ、この空間で見るっていうのがいいんですよね。だからこう、そうそう、したってというかね。でもみんな面倒くさってたんですよ。やっぱり面倒くさいおっさんがいたりしたら嫌だなとか。そうですね。まあ、自分一人で見てたから楽っちゃ楽ですよね。昨日僕話してる連年動画に関しては、
今までずっとケースで2月に上映してもらってるんですよ、僕の映画クレバにも外観も、それも基本的に2週間で1日1回しか上映しないんですよ。これは最初から当初から3週間であり1日3回であって、さらにまあいろんな偶然も重なって一週延長で、まあ、時間変わったけれども、僕の中で一番最長のケースシネマ上映なんです。だから回数で言ったらね、ニュースと70回でしょ、70回で。だからコロナが直撃してなかったら倍ぐらい入ったかもしれないですよね。倍近く行ったかもしれないです、まあ、でもまあ誰のせいにしたくもないけど、そういうのをケースシネマには感謝しかないですよね、これだけ見やすい。だってこういうミニシアターとかあんまり来たことない人も初めて来たけど綺麗ですごく良かったって、イメージ変わったって人いっぱいいます、ね、だって前ものすごかったんですよ、こうしたのしっかりね。不思議ですよね、見に来てくださいって言えない映画って言えない時期の映画界、エンタメ全体そうじゃないですか。そうそうそう、やってますとしか言いようがない、営業中としか言えない。駐車場はそこに軽トラ入れて焼き鳥屋やってたんですよ、そこに白い自動販売機があったんですよ、その後ろでずっと映画上映してたんですよ、まあ、プロジェクターで。で、その上映料取ってないんだけど DVD 流してそこで焼き鳥食うっていうのって映画上映を始めたんですよ。だからそれの手法があれば撮りながら映画上映していいんじゃないっていう、あれできなくはない、できなくはさっきのユーミンの話から言うと全然 OK なんですよ。かっこいい人生ですよね、セリすればね理想はもう分かるけどなかなか大変。シンガーソングライターと違って俺ら俳優と違って、だから俳優っていい商売ですよね、それが僕らみたいにカメラもなくできるじゃないですか、まだその場所に一つでね、そこでこうやって金がかかる、まあ、そんなやついたらかっこいいね。今会社にそれできるかってできないの。だってロシアの木下さんだって単身行ってあっちで役者として頑張ってるわけです。そうですね、最初ロシアはローマ人も知らない人がね、まあ敷地外ですよね。だからね、あそこの撮影でこの中の撮影でいつもお世話になってたおばあちゃんが亡くなっちゃったんですよ、死んじゃって、これはツイッターで知り合いで、木下さん唯一わからないおばあちゃん密かに微妙な、ね、言い方で、うん、はい、でも島田さんとは、まあ、IS フィールドという会社なんですけども、僕の、海外作品ウクライナで撮ったクレバに愛のトンネルでウクライナで撮影して、次にロシアで撮ったライカという映画、それも含めて海外でずっと作品を撮るものを島田プロデューサーとはやってて、そのために意味なくロケハンにはついてくるという意味なく現場には行かないけど、うん、そう、あでもあの車の時はお手伝いちょっとしてもらったりもしましたけど行きますよちゃんと、ありがとうございます。日本のやつも声かけてくれないけど、お金のかかる時ばっか呼んで困りますよ。僕はほら手予算で頑張って撮ってて、台湾の時もでもやっぱロケハン一緒に来てもらっていろいろ台湾でご飯食べる、品半ね、品半ですね、そう、一緒にご飯食べて気に入ったご飯屋さんがあると僕らと関係なくまた次の日行ってましたけどね、なかなか。そういう意味ではこの3人だよね、コンビでね。そうですね、クレバニから、そうクレバニの時も本当に突然、なんだろう、もともとなんかキャバレーの映画撮ってくれって僕言われて、俺に違う、あの当時今辞めちゃったプロデューサーから、うん、でキャバレーの女の子はなんかあの出世していく話、ユダ2ね、そうユダがまあまあいい成績だったからねでどうなんって言ったの俺が、でどうなんだろうって、もうやる気全然なかったけど1週間考えさせてくれっつって、1週間後にやっぱやめますと、やらないって言ったと同時に僕はこういう企画があるって出したのが車に愛のトンネルなんですよ。ウクライナで撮る、これは IS が言わなくても僕は自費で撮るつもりだって出したら短編で撮る予定だったんですよ、35分ぐらいで。もうちょっとこう長編にしてくれればちょっとお金出してもいいみたいになって、じゃあそんなことないね、お金出してくれって言ったんです直接も。で急遽ね、そうですね、じゃあちょっと伸ばしていわゆる劇場の長編映画にしようっつって、はい、成立してったんですよ、あれは。そうですね、そう面白かった面白かった、うん、そういう流れで急遽だから、さあやろうって言ってから撮るまで1ヶ月ちょっとぐらいしかなかったんですよね。
そうですね、初めは短編で準備してて、そう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 、でもう本当にトンネルの中、あのクレバニのトンネルの中だけの話、ウクライナのそうそうそうトンネルの中だけの話だったのをいろいろ作って、そうそうそう、日本での話とかまあいろいろ作って、ね、うん、まあロシアの時はねもうありきでいろいろシナリオも作ってったから一緒にロシア回ったりして、確かに確かに、うん、あれ三木ほのかでしたっけね、そうです、あのクレバニの時は今名前変わっちゃったね、ええ、あ本名に戻してますけどね、売れてきましたね彼女も、いろんなところでまた出始めたりまして、今崎さんのやつっていいですよね、だからこうオーディション、例えばまあ僕らやってるとどうしてもこの人を使わなきゃいけないっていう事情もあるんですけど、ああ、うんうん、まあ、僕ら今崎さんとやってるとオーディションで選ばせていただけるじゃないですか、そう今回もね、元浦も3人とも、元浦に関しても全く最初は何だろう、オーディションの中で出てきて僕は正直あんまり知らなかった、そんなには、あ CM で見たことあるぐらいで、えこの子で女優、え芝居でどうなんだろうって感じで、よかったですよね、最初はねびっくりして、で会ったら結局3回ぐらいねオーディションやって、はい、でだんだんやっぱり変わってって、最終的にやっぱ元浦か元浦以外かっていう感じで選択肢で最後決めてった感じですね、そうですね、最後人気あるっていうだけだったら人気ある子もいましたよ当時も、うん、もう完全にこの子使ったらもっとなんか映画的にはいいんだろうなとは思ったけど、やっぱそっちじゃなくてやっぱ映画の内容に合わせた元浦選んだ感じですよね、まあいいんじゃないですか、でもだから映画も彼女のおかげですごくよくなってると思うし、はい、